ご兼用ゲーム実況者のゆきたです。新信長の野望やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、ちゃんと集めてるということで、千人軍役帳ということでお話していきたいと思います。千人軍役帳ということで、こちらですね、こちら使用効果としましては、指定兵士のレベル1の兵士を1000名獲得できるというものです。こちら自由に選んで1000人増やせるというものですね。じゃあ例えば使ってみましょうかね。鉄砲ということで1000人欲しいですというなると、こんな感じですね。そうしますと、レベル1の鉄砲ということで1000人ゲットできます。ですが、このままですとレベル1の兵士ということでとても弱くて使えないので、兵士昇級ということで、こちらで昇級して使うということになります。兵士レベルが低いうちは訓練時間も短いですので、レベル1の兵士1000人ゲットしてどうすんだと思いまして、ゴミアイテムかと思ったのですが、最近重要なアイテムということに気がつきましたね。兵士レベルが上昇するごとにその価値が上昇するアイテムと言えるかなと思います。こちらの特徴としましては、昇級ですね。例えば昇級してみますね。こんな感じですぐに昇級が終わるために、短縮アイテム分の価値があるというアイテムでした。それではですね、こちらのアイテムの入手先なのですが、イベントで獲得とかですね、パック購入となっています。まあ現在はですね、まあそうですね、まあ例えばですね、川中島の戦いの個人報酬なんかでこうまとまって入手できますね。昔はですね、こちらですね、豪傑試練の方の大きな真珠ですね、そちらで交換できたのですが、そちら側は削除になっています。最近ですね、千人軍役帳ということで入手機会が減少したかなと思います。結構ですね、気をつけて集めているつもりだったのですが、まだ22個ということで、あまり最近集まっていないです。それではですね、訓練時間分だけ短縮アイテムの価値があるというお話ししたのですが、訓練時間の目安ということでお話ししとこうかなと思います。大体ですね、兵士レベル6ですと、まあいろいろですね、まあ祝福の効果によって変わってくるのですが、1時間34分とかですね、まあ1時間半くらいの時間となります。これがですね、兵士レベル7になってきますと、まあ大体2時間弱くらいの訓練時間となるかなと思います。それでですね、兵士レベル8になってきますと、1000人育成するのに3時間くらいかかってきます。それでですね、兵士レベルも9になってきますと、1000人育成するのに大体ですね、4時間から5時間くらいかかるそうですね。それでは続きまして、短縮アイテムということで、短縮できる時間とお値段ということで見ていきたいと思います。初のものがですね、長銀さんで、短縮できる時間は6分となってきます。中のものがですね、長銀15で、短縮できる時間は30分となってきます。上のものがですね、長銀60で、短縮できる時間が2時間となってきます。こちらお値段としてはですね、割引の効いていないお値段となります。まあ、例えばですね、南蛮商人とかでですね、割引で買うときにはもうちょっとお安く買えたりはします。価値としましては、短縮アイテム分ですね、それくらいの価値があるかなと思います。まあ、長銀換算でどれくらいなのかなということを見ていきたいと思います。兵士レベル9ですと、だいたい4時間から5時間程度かかるということで、短縮アイテム分に換算しますと、そうですね、まあ上のものが2つくらいですかね、まああと中が1個あるかないかなくらいのお値段感覚なので、まあ長銀に換算しますと120から150くらいの価値があるかなと思います。これが兵士レベル8ですと、育成するのに3時間ということで、上のものは1つと中のものがですね2つということになってきますので、長銀90分くらいですね。これが兵士レベル7になってきますと、まあ2時間程度ということなので、まあ上が1個ということで、まあ長銀60くらいの価値がですね、千人軍役帳にあると言えるかなと思います。ですので、兵士レベルが7の時には60長銀くらいの価値しかないんですが、兵士レベルが9になってくると120とかですね、150くらいの価値となってきますので、兵士レベルが上昇するほどその価値が上昇するアイテムと言えるかなと思います。それではですね、千人軍役帳が有効な場面ってどういう時があるのかというお話なのですが、普段はですね、兵士いると思うので、こちら使わないで取っておいた方がいいと思います。使う場面というのはですね、兵士を大量に失った場合の補充ですね。まあ、兵士を大量に失うっていうのはですね、どういう場面が考えられるのかというとですね、まあ、2つあるんですけど、1つはですね、高レベル野党を討伐してレベリングしてる時に、気がついたらですね、兵士少なくなってたみたいな場合ですね。2つ目ですね、こちらの方が大きいと思うんですけど、対人戦ですね。戦争とかで PVP でですね、もうバーンやられて、兵士負傷兵30万みたいな時にですね、デイリーコンテンツ回す兵士いないわみたいな時に、こちらを使うとですね、便利ということになります。ですので、デイリーコンテンツを消化するために、こちら普段はキープしておいて、いざという時にですね、役立てるといいかなと思います。
それでは入手の優先度ということでお話していきたいと思います。まあ、優先度としては長銀100からですね、まあ、200程度くらいしかないので、入手する機会がありましたら集めておきたいところなのですが、そこまでですね優先度高くなくて大丈夫だと思います。保険としまして、兵士を大量に失った場合の補充用にですね、ある程度キープしておくといいかなというふうに思います。はい、ということで今回はですね、千人軍役帳ということで普段から集めておくとちょっと便利ですよということでお話ししてみました。どうもご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですねフォローとかいいねありがとうございます。とても活動の励みとなっています。今後もですね、新信長の野望を投稿していこうと思いますので、チャンネル登録とかですね高評価よろしくお願いします。